ここ数試合打線が振るわないホークス。デスパイネを4番に入れるなど打順を大幅に組み替え臨んだ昨日の阪神戦、高野打点周東は1番、冷静にフォアボールを選び出塁すると快速を飛ばしすぐさま盗塁。その後今シーズン初めて4番に入ったデスパイネのヒットなどで満塁のチャンスを作ります。打席には5番、中村晃。サードゴロの間にランナーが帰りホークスが先制。3回にはランナー3塁1塁で6番、ウラシアル。センターへのタイムリー、貴重な追加点を挙げます。さらに続く4回にも交流戦絶好調の牧原が1点を追加。ホークスは4回までに先月の月間 MVP ウィルカーソンから3点を奪います。それでもまだまだ止まりません。5回4番です。はいね、キューバの大砲が今シーズン2発目のアーチ、甘いストレートを完璧に捉えたフルスイング。デスパイネ投げてはここまで無失点の先発レイ。6回7回8回、そして9回、レイは阪神打線を124球6奪三振、嬉しい今シーズン初完封。ホークス連勝です。デスパイネ